みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあみんなこれ見て見て、すごい綺麗でしょ。水面がとってもピカピカしてるんだけど、これ見えてるかな。はい、このピカピカしたのは実は、はい、この上に太陽があります。でこの太陽の光をこのように水面で反射して、このようにピカピカしているわけなんですね。でもみんな、今ここに太陽があるんだけど、夜には見えなくなっちゃうよね。ということで今日は太陽が一日でどんな動きをしているのか観察をしてみたいと思います。それではレッツサイエンス。風強いでもどうやって記録すればいいかな。まあ、このお空にこういうふうにドームがあって、でそこに太陽の位置をよいしょよいしょよいしょってこうね書いていけば記録できるんだけど、それは難しいですよね。なのでこのような小さいドームを使って記録をしていきます。ここで実験のやり方を説明しよう。私はこのドームの中心に立っている。立っている場所が分かりやすいように北、南、東、西を指すように地面に線を引いておこう。そして空を見上げると太陽がある。あの太陽の場所に印をつけるために今回は丸いシールを使おう。ドームにシールを貼ると影ができる。光はまっすぐ進むので、その影を伸ばした先に太陽があるということがわかる。つまり私が立っている場所に影が来るようにシールを貼れば太陽の場所が記録できるということだ。まずは方角を合わせます。今線がありますけれども、この線がちょうど北、南、東、西になるように方角を合わせています。おー、ちょうどピンクのシールの影がバッテンのところに来るようにシールを貼れました。このあと1時間おきにまた同じことをして記録を取っていきたいと思います。計測して最初ここ10時半の時はここでしたね。そして11時半、12時半、13時半、14時半、15時半というふうにね、まあ、このように動いたわけですけれども、最初に言った通りこれ北がここで、南がここで、東がここで、西がここなので、太陽は東から西に向かってこのように動いたということが今日分かりました。ということで今日のまとめ、太陽はこのように東から西にこのように移動することが分かりました。今日の実験が面白かったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。